はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあストーカークリアスカイまたやっていきます。前回グダグダ戦闘を繰り広げて、一応ねこの一帯を冒険してみて、武器も多少なり整えて報酬ももらいつつで、今こんな感じで、まあそんなに武器は変化してないんだけど、アップグレードしたって感じだね。でハンドガンがね、意外とバカにできないレベルで強くて、これは良いかもしんない。で、残るは、そう、クリアスカイの兵士たちも意外と頑張ってくれて、勝手にその辺を制圧してくれたりしてたんだけど、北部の農場はダメだったみたいだから、これから攻めるとして、こっちをね、最終的に陥落できれば、陥落できればっていうか、陥落できてるっぽいわ、これ。できてんね。陥落できてるわ。こっちの方来ちゃったから、制圧しに行こうか。農場を。で、そうだ。PTA から、PTA 開いたらこんな感じなんだけど、ルービックキューブね。スキル、1ポイントだけあったから、攻撃、防御、能力のうちのどれかを取得できるんだけど、まあ、バッテンがついてるやつはまだ無理で、とりあえずこの能力のバーターっていう、スキルを習得した。これで何ができるのかというと、この辺の人たちとお話ししたら、物々交換ができるようになった。これがね、意外と良くてね、人によってはなかなかいい条件で、例えばなんか弾薬と包帯9個とか、結構美味しい人たちがいて、これでね、包帯不足を補える。こっちだってね、行ってみるか。あ、そうそうそう、ここにこんなクエストがあるんだけど、珍しいアーティファクトっていうなんかあるらしいから、見つけて持ってきてっていうクエストがあるんだけど、これやったらえらい目にあって、ゲットはできたんだけど、バンディットの襲撃にあって、強制イベントみたいな感じで、で身ぐるみ剥がされた上に必ずぶっ殺される。で、まあ、ぶっ殺されるというか、まあ、脱出できない。身ぐるみ剥がされて、装備も取られるし、金も取られるし、何もいいことがないんで、おまけにクエストは絶対達成できないと。だから、やり直して、そのまま放置状態。あのクエストはやんない方がいい。で、ここが、農場なんだが、敵いるか。これすげえとこ通るな。そういえばタスクキャンセルって出たから、失敗ではなくてキャンセルだから、制圧しちゃった感じか。あ、制圧しちゃった感じだ。本当に意外とバカにできないクリアスカイの人たち。メディキット？知らないな。おお？どうした？あんたもか。この人たちね、シャドウ・オブ・チェルノブイリの頃からそうだけど、え？おい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 。おお。この人はダメだ。起き上がった。ちょっとまあお金もあるから、この辺買って、なんかトレーダーよりこの人たちの方が、割高な気がする。じゃあこの辺スワンプ一帯は OK だから、コルドンの方に行きたいのです。ここに行くか。ガイドと会い、彼とコルドンに行け。あれ、なんかこの辺死体がちらほら。今これ左手に持ってるのがアーティファクト検知器で、アーティファクトといえば、その前作シャドウ・オブ・チェルノブイリではこんな検知器なんて使う必要なく、もう目視でアーティファクトがそこに落ちてるっていうのを確認できたから、
良かったんだけど、本作はアーティファクトがすげえ分かりにくい。分かりにくいというか、まあ、アノマリーのところに、まあ、あるっちゃあるんだけど、分かりにくいし、取るにもダメージを受けちゃうしっていうので、アーティファクト集めはかなり不便になった感じ。で、あれ？なんだなんだ？敵がいるではないか。ちょっとこれしまって、これしまって。ちょっと近づこう。結構いて。おかしいな、強くしたはずなんだけど、このハンドがどんだけ下打ちしてんの。あ、この人がガイドだったか。包帯巻きの、ここにはもう何もアイテムはないか。 OK、 じゃあコルドン行くか。クリアスカイの基地はどんな手を使っても自力で行けなくて、結局誰かの案内じゃないとダメなんだよな。じゃあコルドン連れてって。はい、多分ゾーンの方がね、スワンプスより安全だと思うよ。レッツゴー。さてゾーンに来た。今ここにいて、ここコルドンで、え、そう、ここにミリタリーの前哨基地があるから、まあ無視すればいいでしょう。無視したいけど、バレた？警報鳴ってる、なんで？あ、マジで？機銃か。でもな、突破するにはここ行かんといけないな。横通り抜けられないし。なんか体力ブースト系アイテムないし。行こう。ゴー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 。あ、まずい、放射能やべ。ここやめって。どんだけ当ててくんの。ゲー、とりあえず逃げた。これ使おう。あ、やべ、疲れてる。ワン、よしよしよし。マジで逃げてきただけだけど。あ、クリアスカイのコルドンに来た。ちょっと休憩。ああ、来た。どうもどうも。あ、この派閥の人たちとはまだ物々交換とかできる関係にないな。シドロビッチは、おお、ウルフがいる。どうもどうも。ルーキービレッジ、はい、マセナリーのキャンプじゃない財宝シドロビッチに会いに来たんです。はい、オッケー。うん、シャドウオブチェルノブイリの前でも変わってないな、ここ。この BGM 止まんないんだけど。おったおった。Здорово, рад тебя видеть. Привет, наемник. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло. 最近奇妙なものについて探していたストーカーがいたと聞いたんだが、覚えてないか。Да у меня за день столько сталкеров бывает, всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать.
А, с одному убить не ютте. О, деловой разговор пошел. Это другое дело. Слушай сюда. А я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идет? Хо-хо-хо. 仕事してくれたら教えてあげるよって。ああ、今、ストーカーとミリタリーが戦闘状態なんだ。ドイクスタルケラ、エチレビングデ、ザナスピュー、что-то вроде базы организовали。Я им скажу, что ты от меня подойдешь。ほうほうほう、まあ。とにかく物が入ったケースを回収してほしいと。バレリアンってなのストーカーのリーダーと話してみてくれ。これなんていうのかわかんないわ。オッケー、商談成立。Ты говори давай, с чем пришел? Наемник, не зап... で、いいもの売ってないかな、まあ、いいものって言っても、今最低限の装備はあるから、いっか。この辺のロッカーにも何も入ってない、はい。プロケース не забудь!ああ、これワンマグしかないのか。待てよ、この武器の弾あるなら買っとこう。売ってなかったー。ну, привет. なんか売ってないかな。売ってない。まあともかく、助けてあげると。ああ、ここは知ってる。そう、まずストーカーのリーダーと合流するならば、これは、ここを越えないといけないけど、ここにストーカーがいるなら大丈夫か。ここにいるのはミュータント。ここにもストーカー。ここにミリタリーがいる。オッケー。どの道、ミリタリーとは戦わないといけないな。ここはいつもと変わらないコルドンのはずだけど、今はどのぐらい危険か分かんないからな。戦ってるわ、戦ってるわ、ドンパチしてる。オーケーオーケー。あー、ちょっと待って、スタミナが足りない、スタミナが足りない。私は全速力で急いでいる。お待ち。あ、疲れてる。包帯爆だけでこんなに疲れちゃうか。リロード。グレネード。どんだけ的確に投げてくるの。ちょっと待って、一回引こう引こう。タスク失敗してる。はい、やり直しましょう。ちょっともったいないかもしんないけど、この AR、早々に使っちゃおう。あとグレネード。ごめんよ。け、今これ拡散弾じゃなくてスラック弾とかになってんな。へい、え、その構えは、その構えは OK。ミリタリー、お金は回収しとこう。あ、もうこれは、まあ今この探知機よりこっちの探知機の方が強力なんだよな。お金はきっちり回収と。あ、出血してる。
通に難易度高くて疲れる。これでシドロビッチんとこ行ったら報酬が追加でもらえんな。おっと、おお、どうなんだ、なんかフラフラの人かと思ったらゾンビだった。ヘイゾンビ。ゾンビの手いらない。で、そうそう、こっちを行かないといけないんだけど、ここにいるのはストーカーなら大丈夫だよな。ちょっとそこ通る前に、ここに何かアイテムがなかったっけな。あ、からか。何にもない。こっちの建物は、なさそう。で、なんだ、また別の誰かと戦ってる。待て待て待て、ヘリコプターが来てるって。ちょっと避難しよう。ヘリコプターはマジでやめといた方がいい。あ、仲間も避難に来た。あのヘリコプターね、割と厄介だけど、まあ元で追加してるもんなんだよね。だからオフにしようと思えばできるけど、まあ雰囲気ね、雰囲気を大事に。あ、向こう行ったね。っていうか忘れてた、せっかくビーコンはお金になるんだからちゃんと回収しとこう。回収と探知機。まだヘリ飛んでるけど、もう行っていいか。うっ、はあごめんなさい。マジで脅威だな、あのヘリ。ただ棒立ちの仲間も。はいはい、ちょっと喉が渇いてきたからジュース飲んで。まだね、この人たちと友好な関係は築けてないから、銃構えたら怒られる。なんだなんだ、敵？ああ、モンスターか。まあまあ、ゾンではよくあること。で、ここで、どうもどうも。この人じゃない。ストーカーのリーダーさんは、こここんな立派な建物じゃなかったよ。シャドウ・オブ・チェルノブイリ。こんにちは。はい。あ、トレーダーか、この人。待て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 、なんかいるよ。あ、なんかいるよっていうか、捕まってる人や。どうもどうも。話しかけら、話しかけられない。なに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 、ちょ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 、何が起きてんの。今武器出せない。この人はトレーダーで報酬は受け取った。リーダーはこっちだ。この人だ。おお、ハンサムマン。Здорово, наемник! Нечасто вас на кордоне встретишь.
Чем пожаловал? От Сидоровича, говоришь? Значит, и про командира в курсе, да? Тут у нас последнее терпение лопнуло. Ха-ха, 協力はしてたけど、軍の裏切りで攻撃をしたのか？ Да, ну, спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетов. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан хабар, это разрешило бы ситуацию. Хо-хо-хо. Ханаши ни ико. Коре ва сэнтоу сакэру кото ва декиру ка? Хай. Коно намае но йоми ката га вакаранай. Каре... なんて言うんだろうな。わかんないな。お、肉焼いてる。あ、あの、捕まえてる人がそれか。オッケー、じゃあ、お話ししようよ。誰が間抜けだ。煽ってくスタイルか？Катись в зону свою любимую. Ничего, скоро мои ребята всех вас к чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. そうです。私はストーカーとかじゃなくて、マーセナリーなんです。まあ、ストーカーって名乗ったりもしてるけど。Даже так. И сколько стоят твои услуги?Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам. Ну, например, вынести этих снайперов на насыпь. Снайперка. Вали, вали. До первой аномалии. Окей, これで もう一回ストーカーのリーダーと話して、これで報酬はたんまりもらえるね。裏切り者の任務を達成してあげればだけど。Ну как, узнал что-нибудь интересное? Хай-хай, танчо ксу яро да. Кейс но кото ва нанимо иванай. Хай-хай-хай, бука тачи ва таске ни куру, тока иттеру. Конечно спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Деньги мы с тобой поделим. Кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Хо-хо-хо, нан то штемо таске ни куру. Яц но бука ва таосичай ба мо кучу вару дешо то.Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся поблизости. Ну, видно, планируют как бы половчей на нас напасть. Он небольшой отряд только что засекли на элеваторе. Помоги уничтожить их. Окей, я рыдак и оттемирю. Башоуа... Чикай. Чикай уэни, коре мата накама га уруцуйте, накама га синде шимау.あ、なんかここにあるのかな。お布団。トレーダー何売ってるか見てみよう。Выбирай, сталкер, что тебе нужно. まあまあ普通だ。あ、普通だけど、AR の弾が売ってんならちょっとこれ買っとこう。あとは、うん、包帯は大事。で、そうだ、これはいらないから。売る。よし。と思ったらエコー探知機もう一個持ってる。いらない。ん？これエコー探知機。あ、これビーコンか。ビーコンはまあ使わないな。売っとこう。うん、起動しない。OK、なんかもうドンパチしちゃってるっぽいけど。あ、そうだ、こっちに。この青マークは修理マンでしょう。なんかね、バグかと思ったんだけど、防具は修理対象じゃないっぽいね。ちょっと AR は結構お金取る感じか。まあいいでしょう。グレランなんだけど、どうもね、このゲーム、グレランを装着して撃つとゲームが高確率でクラッシュするっていうお話を聞いたんで、やめとく。で、改造もこんぐらいで、やめておく。Ну, что расскажешь? で、もうドンパチしてるな。てか、あんな近くまでもう迫ってたんか、仲間。あ、てか、これ自体の修理しないと。
だいぶ消耗してた。さて、仲間が続々と倒れてるけど、修理した AR はいかほどかな。あれは仲間。ちょっとね、スタミナが本当に足りなくて、全然走れない。まあ、しゃあない。どこにいる？この建物か。硬い。あ、もう一人は倒してた感じか。オッケー。あ、別分隊がまたいるんだ。ここはね、シャドウ・オブ・チェルノブイリの時はしょっちゅうあのバンディットが出現してた場所だけど、でちょっとめんどくさいのがね、こういう武器を回収して弾がね入ってるからね、マガジンに。それを回収したいんだけど、いちいち入手して取り出して落とさないといけないからちょっとめんどくさい。まあでも弾は貴重だから。でまた、あ、ごめんよ、一緒に戦ってるっちゅうのになんで武器構えたら文句言うんだ。さて、オッケー。じゃあ今度向こう制圧に、まあこの辺の兵士さんたちが頑張っちゃえば到着する前に全滅なんていうこともちょっと期待したいけど、なんかなかなかいい銃声の武器を。みんなライフルだ。どう、出血した。硬いね。これ中入んないとな。いいよ、他の人たちが先行していいよ。光学サイトが欲しい。いや、出血、止血は後だ。どこだ、あとは。こっちか。オッケー、仲間強い。クリアスカイなんてとこより全然強い。おっと、あ、なに、このタイミングで弾詰まり。ごめんよ仲間。この妙にリアルなところよ、弾詰まりとか。さて、この辺の人たちからもアイテムを回収しちゃおう。記憶が正しければこの建物の上にはちょっとアイテムがあるはず。これだ、弾ゲット。他は何もなあった。弾少ないけど。でアイテム重量制限が結構ね厳しいんで、もうだいぶ来てる。総重量50キロ中 44.4 来てるわ。とりあえずこれでもうあの檻の中の人を助けに来る見込みはないんで。なんだこれ、ビール、ビーヤもらっとこう、ビーヤもらっとこう。はい、到着。おっと、すでにリーダーがいるけど
Но ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спрятал. Ладно, крыс. В доме недалеко отсюда. На чердаке спрятал. Смотри-ка, раскололся. За гнильцой орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он, небось, заждался уже. Чеватчаттане, ассарито. Окей. А, 隠し場所も... 隠し場所もすげえ近いけど. Окей, ちょっと 見てこよう, パパと. と思ったけど, モンスターかなんかが... いるっぽいな. あ? モンスターじゃない. ごめん, モンスターとか言ってごめんよ. あ! 割といる。ちょっと射貫使うか。ああ、もう出血する。あ、リロードしてなかった。で、なんかこれアノマリーかなんかにヒットしてないか。 これ今ね、 3段じゃないから。 エイム力が試される。距離があると倒れてくんない。なんか狂犬の声がした。OK。 危ねえ。まあヒットしてるけど、ちょっと回復。なんだ、なんだこれ、首飛んできた。ちょあったんない。動作詰めるか。 すげえ痛い。本体巻いて、ショットガンの弾がだいぶなくなってきちゃった。あ、これ機関銃か。お金回収。 ここに隠されて、なんだっけな、これ確か上に、あれゾンビか、上に、そう、はしごで行けて、これだ。よし、それじゃあ今回この辺にしようか。だいぶ装備とか、 まあ、体力減りやすいし、出血しやすいのは、まあ、変わりないけど、その分お金とか貯まりやすくなってきたし、武器も潤ってきたんで、まあ、シャドウオブチェルノブイリほどとはいかなくても、サクサクいけるようになるでしょう。じゃあ手に入れたパッケージをシドロビッチに届けるのは次回で。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。